ドミニカ共和国は西インド諸島のダイアンティル諸島のイスパニョーラ島東部に位置する共和制国家。首都はサントドミンゴ。イスパニョーラ島はダイアンティル諸島で2番目に大きな島であり、道東西部にあるハイチと国境を接する。モナ海峡を隔てて、東にプエルトリコがウィンドワード海峡を隔てて、西にキューバとジャマイカ海峡を隔てて、 ジャマイカが存在する。同国はもともと米州で最初にヨーロッパ人が高級的に定住した土地であり、その後のスペインの侵略拠点となった。ゆえにサントドミンゴは米州で最も早い1496年に建設された植民都市であり、それに従って米州で初の大学、大聖堂、要塞が建設された歴史を持つ。 正式名称はスペイン語で、リピュブリカ・ドミニカーナ。スペイン語に限らず、生態名を省略することは少ない。形容詞はドミニカーノ。公式な英語表記は、ディミニカン・リパブリック。形容詞はディミニカン。日本語の表記は、ドミニカ共和国。漢字表記は、土屋ニカ共和国。小アンティル諸島にある、ドミニカ国と区別するため、生態名の 共和国をつけて呼ばれるが、日本においては、こちらの方が知名度が高いためか、単に、ドミニカと称した場合は、ドミニカ共和国の方を指すことが多い。一方でスペイン語、英語などは、単に、ドミニカと称した場合、多くは、ドミニカ国を指す。国際連合においてもドミニカ国は、ドミニカ、ドミニカ共和国は、生態名を省略せず、 ドミニカ共和国と呼ばれている。植民地時代はサントドミンゴと呼ばれており、スペイン人ハイチ共和国など様々な名前の変遷を経て、1844年のハイチからの独立後、1865年のスペインからの最終的な独立時に、現在の名称に定まった。国名は首都のサントドミンゴに由来し、サントドミンゴは、 カトリックの聖人である聖ドミニコを意味する。余談だが、ハイチの植民地時代の名称は、サンドまで、サントドミンゴがフランス語に変化したものである。また、同盟のドミニカ国の由来はスペイン語で日曜日を意味するドミンゴであり、ドミニカ共和国との関連性はない。紀元前4000年から1000年までの間に、先住民アラワク族が、 南アメリカ大陸のギアナ地方から移住してきた。タイの人は島をアイティ、ボイオ、キスケージャと呼び、島は5つのカシイケの指導する部族集団に分かれていた。ヨーロッパ人の征服によりアラワク族は消え去ったが、それでもドミニカの文化にはアラワク族の文化の影響が特に食事、言語、家族構成、そしてモラルの中に見て取ることができる。なお、 征服時にいたインディヘナの数は、イスパニョーラ島のすべてを合わせると、およそ100万人から300万人ほどだろうと推測されている。クリストーバルコロンのイスパニョーラ島上陸この島に1492年、クリストーバルコロンがヨーロッパ人として初めて上陸し、スペインの島と新たに名付けた。この語が後に、ピエトロ・マルティーレ・ダンギエーラによって、ラテン語化されて、 イスパニョーラと呼ばれるようになった。その後二度の植民失敗の後、1496年にコロンブスの弟バルトロメによってサントドミンゴが建設され、新大陸初のスペイン植民地となった。1502年にニコラスデオバンドーがイスパニョーラ島総督に就任した。翌年の1503年には、スペインが植民地との貿易を統括する通商員を セビアに設置した。その年の12月には、エンコミエンダ製をイスパニョラ島で公認した。先住民は、金鉱山で酷使され、薬病の流行もあって、ラスカサス神父の告発も虚しく彼らはほとんどと言って、いいほど体制が死に果ててしまった。砂糖キビのプランテーションが、カナリア諸島から導入されると、 多数の黒人奴隷をアフリカから連れてきて足りない労働力を補った。1526年からベネスエラ全土がサントドミンゴのアウディエンシアの管轄下に置かれていた。イスパニョーラ島の統治は数世紀にわたっておろそかにされた。英西戦争中にはイングランドのオリバー・クロムウェルの派遣したウィリアム・ペン・エン政軍による侵略の失敗などもある中、島西部が 無人状態になったところに目をつけられて、フランス人海賊が定住し、最終的に1697年のライスワイク、平和条約により、イスパニョーラ島の西側は、フランス領サンドマ東側の3分の2が、スペイン領サントドミンゴとなった。1717 17年、1739年に、ヌエバグラナダ複王領が設立されると、 ベネズエラの行政権はまず複合領に、そして1777年以降は、ベネズエラ総督領に関され、1786年に、カラカスに、アウディエンシアが設立されたことにより、司法権も、完全に独立した。その後、スペイン領内では、停滞が続いていたが、フランス革命の影響を受けて1791年に、3度まで起きていた配置革命の波及や、 フランス革命戦争最中の1795年にバーゼルの和訳が結ばれた結果、イスパニョーラ島全島がフランス領となるが、幾度かの変遷を経て1801年にサンドマングの軍人トゥーサン・ルーベルチュールの攻撃により、最終的に占領され、黒人奴隷が解放された。トゥーサンは、イスパニョーラ総督として島を統治するつもりでいたが、 ナポレオン軍の侵攻により、トゥ通算が捕らえられ、極死すると、ハイチ革命の新指導者デサリーヌは1804年に、フランス軍を破って、ハイチと解明し、サンドマと共に、サントドミンゴも、ハイチの一部として独立した。しかし、1809年にサントドミンゴは再び、スペインの支配下に戻り、その後の1814年、パリ条約で再び東側は、 正式にスペイン領となるが、オリカラ・シモン・ボリーバルや、ホセ・デ・サン・マルティン、ホセ・アルティー・ガスラによって、ラテン・アメリカで進められていた、解放戦争の中で、サント・ドミンゴのクリオー城にも、独立の機運が高まり、1821年11月30日に、スペイン人ハイチ共和国として独立した。この政権は、シモン・ボリーバルの指導するコロンビア共和国への加入を求めたが、 王党派と独立派での間で内戦になり、その隙を突かれて1822年1月には、再び隣国ハイチのジャンピエール・ボワイエに占領された。しかし、ボワイエの独裁とハイチの植民地支配に反発する勢力は次第に大きくなっていき、ボワイエが失脚した後の1844年2月27日、フアンパブロ・ドゥアルテ、マティアス・ラモン・メラ、 フランシスコ・デル・ロザリオ・サンチェスに率いられた革命軍がハイチ人を一掃し翌1845年ハイチより独立してドミニカ共和国となりペドロ・サンタナ将軍が初代大統領に就任したしかし相次ぐハイチとの戦争に耐えられなくなると保守派の利害を代表したサンタナは1861年にサイドスペインに併合を申し入れ自身は サントドミンゴ総督に就任した。しかし、この屈辱的な措置は、ドミニカ国民を激怒させ、ハイチ人と結んだドミニカ人自由派が、スペイン人に対する独立戦争を激化させ、結局1865年に独立を再び果たした。しかし、ハイチの脅威は大きく今度は二度にわたって、 アメリカ合衆国への併合を求め、グラント合衆国大統領も乗り気だったものの、合衆国上院に拒否された。1875年にようやく、ハイチとの平和条約が結ばれ、独立国家としての道を歩むことになった。黒人独裁者、ウリセス・ウーロー1882年から、黒人のウリセス・ウーロー大統領が独裁を開始した。ウーローは、 黒人という立場でありながらも、白人化投資配送の反目をついて大統領に就任した。しかし、節烈な政策を積み重ね、政権末期の外債はとても一国では支払えない、ほどの膨大なものとなっていた。ウーローは1899年に暗殺され、以降しばらく混乱状態が続いた。アメリカ海兵隊の上陸1906年に、ドミニカ共和国は、 ウーロー大統領後の混乱収集と列強に対する債務返済のため、アメリカ合衆国が50年にわたり、トミニカ共和国の関税徴収を行う代わりに、債務返済の保償をするという提案を受け入れ、事実上の保護国となった。この時期配置も、退仏賠償や各国への債務が返せず、財政難と混乱が続いた。第一次世界大戦時、 両国の内政混乱につけ込み列強が手を伸ばすのを避けるため、アメリカ軍は1915年にはハイチに、1916年にはトミニカ共和国に出兵して、両国を占領した。両国は、米軍支配下で債務を返済し、経済基盤や政治を改善し、大規模農業を導入し、有力者の支配や軍閥に変えて協力で統一された。 警察や国軍を作るが、これが後に、両国の軍部独裁の種となる。1924年の選挙で、オラシオ・バスケスが大統領に選出され、同年7月にアメリカ軍は撤退した。ラファエル・トルヒーオ1930年2月に、クーデターを起こしたラファエル・トルヒーオ将軍は、同時期のラテンアメリカでも最も完成された、独裁統治を敷いた。 トルヒーヨは富を独占し、個人崇拝を徹底させ、首都名も1930年のハリケーンからの復興時に、サントドミンゴで迅速な救助を行ったトルヒーヨを、称えて、サントドミンゴからトルヒーヨ市に改名され、国内最高峰の山も、トルヒーヨ山と改められた。ドミニカ共和国を白人化する構想を持っていたトルヒーヨは、 1937年、寮内のハイチ人農園労働者ストに際して、ハイチ人の皆殺しを支持し、1日で1万7千人から3万5千人が殺された。ドミニカ共和国はハイチに75万ドルの賠償を払ったが、カトリック教会とエリート層に支持され、反響的な姿勢がアメリカの指示を受けていた。 トルヒーヨの支配は揺るがず、当時のラテンアメリカで最も強固な独裁性は、その後も続き、1959年には、革命直後のキューバから上陸した、トミニカ人革命ゲリラ部隊を殲滅することにも、成功した。しかし、1960年に、OS 総会で、トルヒーヨ非難決議が採択されると1961年には、反トルヒーヨ勢力の高まりにより、 トルヒーヨ本人は暗殺され、トルヒーヨ一族もバミューダに亡命し、首都名もシウーダートルヒーヨからサントドミンゴに戻された。フアン・ボッシュ1962年、30年ぶりに大統領選挙が行われ、1963年にはドミニカ革命党のフアン・ボッシュガビノが大統領に就任した。ボッシュはケネディに憧れ、改革に燃える。 政治家として、ボッシュ憲法と呼ばれた1963年憲法を施行し、土地改革を含む社会改革の実践を始めようとしたが、同年ボッシュは、加藤支配層と結びついた、軍事評議会のエリアスウェッシン大佐によるクーデターによって追放されてしまった。こうして、軍事評議会に推薦された、実業家のレードカブナルが新大統領になり、 1963年憲法を廃止し国会を停止した。こうした反動政治は国民の期待を大きく裏切り、ドミニカ共和国は再び不安定な状態に陥った。しかし、1965年4月24日、立憲派のフランシスコ・カーマニョ大佐をはじめとする陸軍軍人が中心になり、1963年憲法の復活を求めて、 クーデターを起こし、翌25日、カブラル大統領を逮捕した。立憲派は、ボッシュの復帰を求めて、首都サントドミンゴを占拠したが、地方に逃れて、首都を包囲した、軍事評議会のウェイシンクル軍大佐との戦いが、始まった。こうして、ドミニカ内戦が起こり、さらに翌4月26日には、ジョンソン合衆国大統領は、合衆国市民を保護し、 ドミニカを共産主義から保護するためにアメリカ海兵隊の投入を決定した。4月27日に立憲派は首都の市民に武器を引き渡し抵抗する構えを見せるが翌28日に海兵隊が40年ぶりにドミニカに上陸。29日にはラテンアメリカ諸国の抗議も虚しく第82空挺師団が降下した。4月30日に 国連の調停で、ガルシア・ゴドイ統一暫定政権が成立し、米州平和軍が治安維持部隊として派遣され、最終的に海兵隊は3万5千人に増派され、立憲派軍を鎮圧した。こうして、首都だけで4千人の死者を出して、ようやく内戦は終結した。ホアキンバラゲール翌1966年の形式的な選挙により、 キリスト教社会改革党からトルヒーヨの未亡人とまで呼ばれたほどのトルヒーヨ派だったホワキン・バラゲールが大統領になるとバラゲールは軍部と財界の支持を背景に強権政治を行い死の舞台を駆使してボッシュ派の暗殺を続けトミニカの政治はトルヒーヨ時代に逆行してしまった1978年から1982年までは ドミニカ革命党のアントニオ・グスマンが大統領に就任したが財政状況は悪化を続けた。1982年から1986年まではサルバドール・ホル・ヘブランコが大統領になったが経済状況の悪化を背景に国際通貨基金の要請によって財政緊縮政策が進んだ。1986年の選挙では80歳の バラゲールが勝利し、観光業、ニッケル、在外ドミニカ人による送金を柱に、ドミニカ共和国の経済は回復に向かった。1992年には、コロンブスのアメリカ大陸到達500年記念祝賀への反対運動が起きた。1994年の大統領選挙も、不正をめぐって紛糾したが、1996年の、 選挙ではドミニカ解放党のレオネル・フェルナンデスが大統領に就任した。2000年5月の大統領選挙では社会民主主義を掲げたドミニカ革命党のラファエル・イポリト・メヒーア・ドミンゲスが大統領に就任したが汚職によって支持を落とした。2004年の大統領選挙ではドミニカ解放党のレオネル・フェルナンデスが再び勝利した。現大統領は 2012年の大統領選挙で、フェルナンデスの後継として出馬し、当選したダニーロ・メディーナである。サントドミンゴの国民宮殿。ドミニカ共和国の政体は、行政、立法、司法が独立した一般的な民主主義体系を取っている。大統領は、組閣を行い、立法府により制定された法を執行する。また、国防軍の最高指揮官でもある。 大統領及び副大統領の任期は4年であり、直接選挙によって選出される。選出の際は、立候補した大統領候補と副大統領候補の組に対して投票を行う。立法府は、両院制の議会によって構成されている。上院の定員は32名、会員は150名である。大統領選挙は4で割り切れる年に行われ、 議会の選挙はそれ以外の年に行われている。ドミニカ共和国は中華民国を承認していたが、2018年5月1日に中華人民共和国と国交を樹立したことにより中華民国が断交を発表した。ドミニカ共和国海軍のアルタイル。ドミニカ共和国大統領は軍の最高指揮権を持つ。ドミニカ共和国軍は四万四千人の 現役兵から構成されているが、実際に軍務に服しているのは2万4千人程度で、それ以外の要因は非軍事部門で活躍している。国家警察は約3万2千人でありこのうちの1万5千人が通常の警察業務に当たっている。国家警察は内務省の参加であるため軍の機構ではないが、それでも軍と警察の任務に重なる部分は存在する。現在、 国家警察の約半分が軍事部門と告示した部門において伝統的な警察の任務から出た領域で勤務している。このため重複している人に約1万5千人が軍と警察の中間的業務を担っている。ドミニカ共和国は31の州に分けられる。加えて首都サントドミンゴは首都地区として独立している。州は軍。 市町村などの地方行政区にさらに分けられる。ドミニカ共和国の地方行政区分。アスワ州バオールコ州バラオナ州、ダハボン州ドゥアルテ州、エリアスピーニャ州、エルセーボ州エスパイジャト州アトマジョール州、インデペンデンシア州ラアルタグラシア州、ラロマーナ州ラベガ州、マリアトリニダーサンチェス州、モンセニョール・ノエル州、モンテクリスティ州モンテプラタ州、 ペデルナレス州ペラビア州プエルトプラタ州エルマナスミラバル州サマナ州サンチェスラミレス州サンクリストバル州サンホセデオコア州サンフワン州サンペドロデマコリス州サンティアゴ州サンティアゴロドリゲス州サントドミンゴ州バルベルデ州 DN ドミニカ共和国の地図エンリキー良子ドミニカ共和国は ハイチと共に大アンティル諸島で2番目に大きいイスパニョーラ島に位置し、およそ島のに3の面積を占め、カリブ海ではキューバの次に大きい。ドミニカには3つの山脈と、その間に位置する4つの平野があり、それぞれがハイチから続く、中央山脈、セプテントリオナル山脈、オリエンタル山脈となっており、中央山脈とセプテントリオナル山脈の間の、裾野には、 同国で最も肥沃な芝を平野が広がる。その他、北部には、北部山脈、西部には、ネーバ山脈、南西部には、バオルコ山脈、東部には、東部山脈など全土にあたって、大小の山脈が走っている。各山脈の谷間には、落差の大きい壮大な滝が多く、特に中央山脈内にある、アギアス・ブランカスは、 アンティル諸島最大の91メートルの落差があり、観光名所の一つとなっている。最高峰は、ドゥアルテ法であり、これは、カリブ海諸国での最高峰でもある。また、同国最大の湖エンリキージョ湖は、カリブ海での最大の湖でもある。かつてコロンブスがこの地に上陸した時は、世界で最も美しい風景だと称えた。 国内最高峰のドゥアルテーから 85km ほど南西には、標高マイナス 40m の円湖、エンリキ力ジョ湖が存在し、これはカリブ海でも最も低いものである。ただし、これ以外はあまり大きな湖には、恵まれていない。ドミニカ共和国の55ある湖のうち、アラワク族の名付けたものは45個に達する。ハイチとの国境河川であるアルティボニート川は、 全長3 2 1トルある。ジャケデル・ノルテ川は3 0 8トルあり、北部の国草地帯の中を走る。他には、各山脈から、湖や海岸に向かって流れる、多数の中小河川がある。いずれの河川も農業用水や生活用水として、使われるが、治水が十分でないので数年に一度は洪水を、もたらし、甚大な被害をもたらす。気候は、 熱帯のサバナ気候に属すが、標高と海岸からの距離によって、高山性か海洋性かに分かれる。その受ける影響によって、気候の地域差がはっきりする。国内の日中の最高気温は、年間を通じて、ほとんどの都市で30度を超える。しかし、海岸沿いの都市では、海洋性を帯びているため過ごしやすい。標高の高い高原都市では、気温の割合に、 少しひんやりとした風が山から降りてくる。ドミニカ共和国は北半球にあるため、雨季は夏季であり、6月から11月はハリケーンが飛来する。この時期には年間平均2から4個の熱帯低気圧が発生する。12月から3月は北、大西洋寒気団の影響を受ける。北部と東部で最も多く雨が降り、西部で最も少なくなる。 年間平均降水量は1346ミ、mm、リメートルだが、蒸発が激しい。例を挙げると、北部のサマナでは2500ミ、mm、リメートル以上、南西部のバラオナでは625ミ、mm、リメートルといった具合である。年平均気温は、摂氏32度を超えることは稀であり、季節風の影響で過ごしやすい。しかし、中央山脈の高原都市コンスタンサのような都市では、 冬季の気温が氷点下に達することもある。しかし、日本ほどの季節差はない。ブラックスミス研究所によると、サントドミンゴから2 0トルも離れていないバホスデアイナは、世界でも10市に入るほど汚染された土地となっており、そのことからの商ニへの汚染が危惧されている。プンタカーナ、IMF の統計によると、 2013年のトミニカ共和国の GDP は613億ドルである。一人当たりの GDP は5882ドルで、これは隣国ハイチと比べればはるかに高いものの、世界平均の60%弱ほどの水準である。農業が主要産業であり、農産品の輸出と観光が外貨の獲得源となっている。 農村人口は全人口の70%を占めており、約12%の大地主が77%の高地を所有する。主な農産品である砂糖の輸出額は全体の半分を占めている。最も近年は観光業の流成により、サービス産業が農業にとって変わる勢いで成長している。砂糖の絞りカスから製造されるフルフラールは北米地域で、 比較的高いシェアを占めている。ドミニカ共和国は比較的に鉱物資源に恵まれており、主要鉱物は金、銀、銅、ニッケルである。特にニッケルの産出量は多く同国の重要な財源となっている。また近年新たな金鉱山の開発が期待されている。バヤイベのリゾートの庭園観光はドミニカ共和国の経済成長にとって重要な産業である。 キャップカーナやサントドミンゴの算数志向、プンタカーナのババロビーチなどのリゾート地への観光客誘致を図っている。エコツーリズムも近年増加し、ハラバコアやその近郊のコンスタンサ、ピコ・ドゥアルテやバヤデラス・アギラスなども観光産業誘致に注力している。カサデ・カンポが有名である。ソーナ・コロニアルも有名である。トミニカ人。 タイの人に扮する少女ドミニカ共和国のカルナバルにて、住民の人種構成はヨーロッパ系が16%、アフリカ系が11%、ートが73%となっている。10から20%は先住民であるタイの族の血が流れている。1794年に10万3000人ほどだった人口は1930年には100万人を越し、 第二次世界大戦後、急速な人口増により1960年のセンサスでは340万7070 70人、1975年には469万7000人となり、現在は人口でハイチを超えた。1820年代のハイチ占領時のドミニカ共和国先部には、ハイチ政府の招きに応じてやってきたアメリカ合衆国の黒人奴隷が定住した。 1800年代後半から1900年代初頭に、かけては、ベネスエラ人、プエルトリコ人の大規模な移民もあった。20世紀の初頭には、レバノン人が移住し、中国人やインド人の移民もあった。トルヒージョ大統領はドミニカを白人国家にしようと、ヨーロッパ系の移民を誘致したが、これは、限定的な成果しか上げなかった。 1930年代後半から第2次世界大戦後はユダヤ人の移民が多かった。主な移民としてはハイチ人、ドイツ人、イタリア人、フランス人、ユダヤ人、スペイン人、中国人、アメリカ合衆国人など、ごく少数だが日本人やアラブ人の移民もあった。近年はトミニカ人のアメリカ合衆国やプエルトリコへの出稼ぎ移住が多い。 アメリカで出稼ぎしているドミニカ人の送金でドミニカ共和国国内で車を持てるようになった人が増え渋滞が大きな問題となっている日系移民言語はスペイン語が公用語であり国民の間ではカリブスペイン語の方言であるスペイン語ドミニカ共和国方言が話されているが移民によってハイチクレオール語やフランス語ドイツ語 英語、イタリア語なども話されている。特に、ハイチクレオール語は、ハイチ人ミ味やその子孫によって、約120万人が話していると推測されている。ドミニカ共和国のスペイン語は、語彙の面で、荒ク族の言葉の影響を大きく受けている。他国のスペイン語に比べると、かなり癖がある。S を省いて発音するので、コモティ、エスタスコモトゥエスタスをコモトゥタ とと発発音音したりドスをドマスマスをマと発音する宗教は、ローマカトリックが64%である。ユダヤ人は、ヨーロッパでのナチスによる迫害から逃れたものが、1930年代後半になってからようやく、ドミニカ社会に現れるようになった。6歳から13歳までの7年間の初等教育が、無償の義務教育である。 2002年のセンサスによれば15歳以上の国民の識字率は87%である。全体的に教育レベルは低い。子供がいる家庭に日本のように勉強机や本棚がある家庭は珍しい。主な高等教育機関としてはサントドミンゴ自治大学、マドレイ・マエストラ・カトリカ大学、サンティアゴ・コー大学などが挙げられ。 サントドミンゴ自治大学はアメリカ大陸で最も古く建設された大学である。同国はラテンアメリカ諸国の中では治安が比較的良い方だとされているが、それでも旅行者を標的にした犯罪は後を絶たない。また、ドミニカ共和国はコロンビアからのコカインの輸出中継地である。サントドミンゴの植民都市、ドミニカ共和国の文化は アラワク族の文化、西アフリカから移入された黒人の文化、スペイン人の文化の影響を受けている。近年は、正常が安定しない隣国ハイチから逃れてくる人も多く、そうしたハイチ人の文化が、ドミニカ共和国の文化に、さらなる多様性をもたらしている。ドミニカ共和国の料理はタイの人、スペイン、アフリカの影響によって成立している。代表的なものとして、 も本語などが挙げられる。主食の米に油と塩を多用する。塩水と油で炊いた米に、さらに炊き上がったら、サラダ油をたっぷりとかけて、ツヤツヤにする。昼食がメインで、朝晩はパンにミルク等の軽食だが、昼食はがっつりと取る。おかずも油や塩がよく効いていて、高カロリーなものが多い。 このような食生活が現地人の体に及ぶ影響は大きくドミニカ人の体系によく現れていると言える。文学ではマヌエル・デヘス・スガルバンのエンリキー・ジョが特筆される。1840年代にメレンゲが生まれた。生まれた当初は田舎の野蛮な音楽という位置づけだったが地道に伝承、発展が続けられ、1930年代以降には メレンゲをこよなく愛した独裁者トルヒーヨによって国民文化として保護され現在の地位に至っている。1920年代の占領統治時代にアメリカ軍の兵士向けにメレンゲが発達しパムビーチェが生まれ1950年代にはバチャータが生まれた。現在ではニューヨーク生まれのサルサも人気であり在米ドミニカ人の活躍により ドミニカ音楽の合衆国市場への進出も盛んである。ドミニカ共和国国内にはユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が一軒存在する。19世紀以降アメリカ合衆国の強い影響を受けたドミニカ共和国では野球が圧倒的な人気を誇っている。野球以外ではソフトボール、ボクシング、バスケットボール、バレーボールが 比較的盛んである。その反面、世界的なスポーツの代表格であるサッカーは、認知度が低い、アルバート・プホルス。19世紀後半に、アメリカ合衆国から伝わり、事実上の国技として扱われている。MLB に、多くの選手を輩出している、世界屈指の野球大国。1956年以降、2020年までに789人の、 選手がメジャーリーグでプレーした。国内に通年のプロリーグがなく、MLB が設立した野球アカデミーで選手育成をしている。国外リーグの選手がプレーする場としては、下記にマイナーリーグのルーキー級であるドミニカンサマーリーグが10月に入ると MLB やミルブなど海外でプレーしているトミニカ人選手を中心に6チームが参加する。 リーガでベースボールプロフェッショナルでラレプブリカドミニカーナが開催される。このウィンターリーグを勝ち抜いたチームはカリビアンシリーズでメキシコ、プエルトリコ、ベネズエラの各ウィンターリーグ優勝チームと対戦する。日本のプロ野球でも1970年のラモンサントスを皮切りに現在に至るまで多くのドミニカ共和国出身の選手が在籍してきた。 広島東洋カープが人材発掘のため、同国内にカープアカデミーと呼ばれる育成施設を設置している。目覚ましい活躍を見せる一方、ステロイドに代表される薬物問題が暗い影を落としている。近年はミルブでも多数のドミニカ人選手が禁止薬物使用で出場停止処分を受けており、ドミニカ人選手の間での薬物蔓延が 問題視されている。また、ドミニカ共和国の多くの少年が、メジャーリーガーとなって、名誉と豊かな暮らしを手に入れることを夢見ているが、彼らにとっては、MLB 球団のセレクションに合格する、合格しないは、死活問題であるため、筋肉増強剤に手を出すものまでいる。さらに、手肌やソリアーノのように、メジャー球団との契約を有利にするために年齢を、 低く偽る選手も存在する。2013年の第3回ワールドベースボールクラシックでは全8試合で勝利し大会史上初となる完全優勝を果たした。大会 MVP には同国からロビンソンカノが選出された。熱帯地方特有の自然の災害は毎年雪に襲来するハリケーンと勢力の強い熱帯性低気圧は その多くが東、または南東で生まれ接近しながら発達してくる。最近100年間では、大型ハリケーンと言われる風速49メートル以上のハリケーンの上陸が5回、それ以下のレベルのハリケーンと強い熱帯性低気圧の接近や上陸は毎年起こっている。国土を東西に横断し、強風とともに長時間の豪雨を伴う。毎年人的。 および物的被害が甚大である。1946年8月4日、マグニチュード8.1の地震で、約10メートルの津波が観測されたにもかかわらず、ドミニカには、地震は起こらないと、多くのドミニカ人が勘違いをしている。活断層も多くあるのに、それらの情報が人々に行き渡っていない。ありがとうございます。